はい、では、VO チップの操作の説明をします。まあ、バッテリー入れた状態でね、まずパフボタンを5回と、まあ、これ、USB なんで、USB って出ますが、多分持ってるものによって出てくるものは、ロゴは変わってくると思います。はい。で、パフボタン5回で電源が立ち上がりました。では、まず使うことは、通常、プラスマイナス長押しとか、プラスマイナス長押しには何もありませんが、パフとプラス、パフとマイナス、ボタンを単押しすると、液晶画面のローテーション、向きが変わりますね。で、パフボタン3回。押すとロックになります。これは、このロックは、プラスマイナスボタンはもちろん、パフボタンもロックがかかります。では、また3回押します。で、次、もう一度パフボタンを5回。ですると、今このパワーが反転したと思います。ここで、パフボタンをもう一度押すと、今システムに移りました。この状態でマイナスボタンを押すと、電源オフになります。ではまた電源つけます。はい。ではまたパフボタンを5回で、次この状態、今のパワー、このパワーが反転した状態でプラスマイナスを押していくと、このモードの切り替えになります。簡単に説明します。まずパワーモード、こちらはワッテージの切り替えに使います。次テンプ、温度管理になりますね。これは、まあ、素材線ワイヤー素材によって使えるものと使えないものがあります。次、バイパス、これは疑似メカニカルモードで、アトマイザーについているコイル抵抗値によってそれのマックスのパワーが出ます。VPC、いわゆるカーブモード、何秒単位とかで、ワッテージを、ポイントごとにかけれるようになります。では、まず、パワーモードから使っていきます。パワーモード、これ白いく反転した状態で、このパフボタン。パフボタンを押すとシステムに移るんで、ここでマイナスを押すと電源消えてしまうんで、プラスボタンを押すと、モード変更から抜けます。で、ワッテージモードは下が 5W から上が、75W の 0.1W 刻みになりますね。して、ワッテージはそれだけです。じゃあまたパフボタン5回。はい、次は、テンプ、温度管理。ここでパフボタンを押すと、NC、AC と出ますが、AC っていうのは温度を、オートでやってくれます。NC は、なんだったかな。これはマニュアルです。なので、まあ、マニュアル、の方がいいと思いますけどね。まあ、それの設定です。で、次、パフ押すと、次は、温度、可視摂氏の選択ですね。で、次は、ワイヤーの素材、SS の316。次、ニッケル、チタン。この3種類になります。で、まあ、選択し終わったらシステムまで来てプラスを押すと。で、ここで、まあ、温度は、まあ、摂氏か。にしておくと、100から300度まで選択できます。で、この状態で、プラスマイナスを押すと、レジスタンス、抵抗値を読み込みます。温度管理モードで使うときは、アトマイザーをつけた状態でプラスマイナスボタンを同時押しと、今抵抗値を読み込みました。この状態で温度を設定して使いましょう。はい、温度管理は以上になります。では続いてバイパス、
まあ今この状態でね、今満充電だと 4.2 になりますけど、その電圧に対してデコ値に対してワッテージがどうやってかかってくるかっていう、まああまり使うことはないと思いますけどね。VPC、カーブモードでは、カーブモード状態でボタンを押すとこの D1 に変わります。1から5まで、これメモリーになります。で次移動するとエディット、ここでここでプラスでもマイナスでもいいです。どちらか押せば、この変更ができるようになります。1,2,3,4,5,6 ポイント、6ポイントで、好きなワッテージ、今ちょっとこう点が大きいですよね、そこが今指定してる部分ですね、ポイントになりますね。でここで決まったらパフボタンを押すと、と次のポイントに移動します。また決まったら次と、でここまでいったらまた押すと1ポイント目に戻っちゃいます。この状態でも決定決まった場合はパフボタンを長押しします。そうすると今大きいやつ、大きくなってるやつないですね。この状態でマイナスかプラスを押してあげると、元に戻ります。で、次はシステムに戻って抜けると。この時はプラス。で、このままで使えますね。まあ、最初、モード変更の時に、モード変更抜けるのはここシステムでプラスなんですけど、まあ、マイナスでね、電源オフ、これはまあちょこちょこやると思うんで、まあ慣れるようにしてくださいってぐらいかな。まああとはVOチップはアップデートもできますんで、ちょっとこう違うものもあるかもしれませんが、それはアップデートされてるってことで、ご了承ください。それでは、VOチップの操作方法の説明は以上になります。